こんにちは、のりたろうです。今回は、こちらのような古代コインですね。英語ではエンシエントコインと言いますが、紀元前から3世紀とか4世紀ぐらいまでのコインになります。日本でいうと縄文時代から古墳時代前期ぐらいにかけてのコインということになるんですけど、古代コインにつきましてはこのように通常70段階の数字のグレーディングとは異なって、こんな感じですね。グレーディングの数字がついておらずに、まずはこのように MS とか AU というような状態表記があります。細かくは解説しませんが、日本語表記と70グレードに対応した数字っていうのを表でまとめたのがありますので、こちら概要欄に貼っておきますので、そちらでご確認いただけたらと思います。あとは私のショップのホームページにも掲載しますので、そちらもご確認いただけたらと思います。で、話を戻しますと、その状態表記の下にですね、分数でストライク、打刻の状態で5分の5、5分の4とかですね、あとはサーフィス、表面の状態のまた5分の5など、それぞれ5点満点で表記されており、どちらも5点満点のものは特に状態がいいということで高値になります。でそして、今回のテーマのところになりますが、それにさらに星スターですね、星マークスターやファインスタイルっていう、ファインスタイルって文字がつくことが稀にありまして、これがつくと金額が一気に跳ね上がります。まずはこのスターですが、このスターは見た目にも優れた魅力と価値を持っているということで、通常のものよりも高い評価になります。こういうチョイス、AU、スターみたいな感じで星マークがつきます。またファインスタイルっていうのは、コインの摩耗とか打刻、表面の状態といった、グレードですね、状態表記とは別に個体差のあるコインの中で特に芸術性が高いと認められる美しいコインに付けられるものがこのファインスタイルというものになります。これだけ聞いてもファインスタイルと星の違いはどこが違うのかっていうのはいまいち分かりませんよね。で、どちらが上とか下とかっていうのは特にないと思いますが、いざ落札とか購入しようと思った時にどっちの方がいいのか正直分からないかと思います。私もちょっと正直分からない状態ではありましたので、今回は星とファインスタイルの実際の落札額からどちらの方が実際に高いのかっていうのを見てみようと思います。ただし題名に古代コインの謎と書いてあるように、稀にしかこのスターもファインスタイルも出てこないので、それぞれ数年に1枚とかですね、1年に1枚出るか出ないかみたいなことだったり、あとは加えてコインの相場っていうのは日々変動してますので、数年前の例えばスターと今年のファインスタイルを比べてもどちらが高いのか安いのかっていうのがよく分かりませんということなので、古代コインの謎となっているわけなんですが、今回はファインスタイルとか星がついたのと同じような時期に落札された、同じ、MS とかのグレード表記とストライクサーフィスの5分の何っていうのを同じものを見つけて、それを比較対象としてそれぞれ何パーセント増加していたのかっていうのを比較することで、星とファインスタイルどちらが実際に高かったのかっていうのを見てみたいと思います。ということで早速見てみましょう。で、今回はちょっとコイン1種類だけになるんですけど、アッティカのアテナ、テトラドラクマ、銀貨、世界一有名な銀貨と呼ばれている銀貨ですけど、こちらはかなり枚数もよく出ておりまして、ファインスタイルとかスターも見つけやすいっていうのもありましたので、まずこちらで見てみようと思います。
それでは早速、スターとファインスタイル両方ついている場合っていうのが最近ありましたので、まずこれを見てみましょう。もちろん両方ついているのでものすごくいいコインということになります。AU のスター5分の5、5分の5ファインスタイルということで、星とファインスタイルが両方ついて、ストライクとサーフィスも5分の5、5分の5と。で、状態表記が AU なんですけど、これが落札額がハンマープライスで6500ドルということで、簡単に係数で 1.4 かけて151円の為替レートで円換算すると137万4000円ということです。で、これの対比としては、スターもファインスタイルもついていない、ただの AU の5分の5、5分の5の近い時期のものを探してこちらと比較してみましょう。まあ、これも AU グレードなんですけど、5分の5、5分の5ということで、あの真ん中にバーンと打刻されていて、結構綺麗ないい状態の銀貨ではあります。ただこのものに関しては900ポンドと、落札額が900ポンドということで、こちら計算すると円換算で、23万3000円ということになります。ということで、星とファインスタイル両方ついている場合と、あと両方ついていない場合を比較した計算結果がこちらとなりまして、 589.4% 上昇ということで、まあ、大体6倍ぐらいの金額で取引されたということになります。まあこちらすごいのはまあ当たり前です。まあ両方ついてるなんて本当に稀なので、まあもちろん多分このスターとファインスタイル両方ついたコインがないコインもあると思います。それぐらい稀なものになりますので、これぐらい AU グレードでも上昇するということです。続いてファインスタイルがついている場合ということで、チョイス AU5 分の5、5分の5ファインスタイルというものになります。こちら2022年の12月ですかねに落札されたもので、1900ドルで落札されています。で、こちらに 1.4 かけて151円で計算すると40万1000円ぐらいになります。で、対比としてチョイス AU グレードの5分の5、5分の5で、ファインスタイルもスタイルもついていないもので同じような時期なもので見てみると、だいたい1000ドルということで、そちらに 1.4 かけて151円かけると21万1400円ということで、ファインスタイルがついている場合は、計算すると 190% 上昇ということで 1.9 倍になっていました。続いて星がついている場合、スターがついている場合ですね、チョイス AU スター5分の5、5分の5ということで、こちら2023年の11月、まあ本当に直近で、出たものになります。こちらは、1800ドルで落札されています。で、そちらが日本円で換算すると38万円ということで、なかなか高額ですね。で、対比としましては、チョイス AU5 分の5、5分の5で、2023年の7月ですねに落札されたものがありましたので、こちらと比べますと1100ポンドですので、185円換算で28万4900円ということで、こちらどれぐらい上昇していたかというと、133.5% 上昇してましたということで、で、あともう一つあのスターと比較できるのがあったので、MS グレードですね、ミントステートグレードの5分の5、5分の5のスターというものがありました。
で、こちらは2023年の8月に4300ドルでハンマープライスで落札されていました。で、こちら151円換算で90万9000円と、なかなかいい値段します。で、通常の MS の5分の5、5分の5で、2023年の8月に落札されたものは、3000ドルということなので、こちらは計算すると63万4200円ということで、そちら90万と63万で計算すると、まあ、143.3% 上昇ということで、まあ、大体同じような感じになりました。で、最後まとめますと、アッティカの、まあ、アテナ、テトラドラクマ、銀貨の場合はスターとファインスタイルが両方ついている場合は、両方ついていないグレードのものと比較して、589.4% 上昇しましたと。続いて、ファインスタイルがついている場合は、190%、まあ、1.9 倍上昇したと。で、今度、スターがついている場合は、両方ついてない同じグレードのものと比較して、133.5%、 これはチョイス AU ですね。 MS グレードでは 143.3% 上昇ということで、まあ、本日の本題のスターとファインスタイル、どちらが高いのか、高かったのかというと、アテナのテトラドラクマ銀貨ではファインスタイルの方が 190%、 1.9 倍、約2倍ぐらいになっていて、スターの方は 1.5 倍ぐらい、1.3 倍、1.4 倍ぐらいという結果になりました。まあ、もちろんスターとファインスタイルの両方がついているものっていうのは、まあどんなコインでもとんでもなく高くなりますが、まあ、今回調べました、テトラドラクマでは、まあ、私の個人的な今までの印象と、まあ、今回も調べた感じではファインスタイルがつくコインっていうのはですね、スターがつくコインと比べると少ない印象がありましたので、ただあのファインスタイルが何枚あるかっていうのはちょっとデータがないので調べられないんですが、印象としては少ないなっていうのがあるので、その影響もあるのかと思います。なので今回はテトラドラクマだけで調べましたが、今後はまた他のコインでも見ていきたいと思いますので、もしあのご要望みたいなのがございましたら、そちらも合わせて、コメントとかですね、私の販売サイトの問い合わせフォームなんかからご意見いただけると、参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。では最後、皆様一緒にレッツコイン、見ますかね、綺麗な銀貨になります。ご視聴ありがとうございました。